どうもこんにちは、コロチです。本日はですね、X5 さんからですね、またですね、いい製品が送られてきたんで、今回はですね、それを紹介しようと思います。はい、ギタースタンドでございますね。はい、こんなね、袋に入っているんですけれども、はい、こちらバタフライギタースタンドという名前のですね、製品でございます。 X5 さんはね、ギターとかベースのね、こうアクセサリー系ね、なんかね、いいもん出すんだよね。まあ、あのワイヤレスとかが見たことある人多いんじゃないかなと思いますけど、今回はですね、こんなスタンドでございます。はい、持ち運びできるねスタンドでございます。送られてきた時ですね、この箱を見る感じですね、なんかすごいごついスタンドがやってきたなっていう風にね、思ったんですよ。なんかものすごいメカメカしいなんかフォルムをしてる気がするという感じでですね、恐る恐る開けてみるとですね、すごいメカメカしいですね、なんかロボットのなんか足みたいな雰囲気のですね、スタンドが見えてくるわけでございます。重さに関してはですね、まあ、体重計で乗せてみると、まあ 800g ほどっていう感じなので、まあ、めちゃくちゃ軽いっていう感じではないんですけど、別にまあ重くもなくって感じです。はい、まあ小さめの犬って感じですね。はい、まあ、小型犬のあのちっちゃいめの、小型犬の中でもちっちゃいめの犬を持ったような感じの重さって感じです。これ開くのがですね、なかなか面白くてですね、このマグネットでこうカチンってなるんですよ。はい、で、後ろ側のね、後方部分にもこう足がついているので、すごいね安定感があるんですよね。はい、でなので立てる、組み立てっていうかね、この折りたたみからこう出すまではすごくスピーディーにいけるっていう感じです。はい、それでいて安定感がすごくあります。楽器自体がですね、当たる部分はですね、まあこうゴムっぽい滑り止めの素材が、ついてますので、結構滑りにくいんじゃないかなと思います。なかなかですね、こうメカメカしいデザインでかっこよくないですか、なんかあんまりスタンドにかっこよさを感じたことはないんですけど、なんすかね、このかっこいい感じ、もうなんか日高のり子さんが喋り出しそうな雰囲気ですよね。はい、でいろんな楽器をですね、立てかけて、使ってみるとですね、いわゆるアコースティックギターのこのドレッドノートのサイズですね、まあ普通のこう大きいサイズのドレッドサイズですね。はい、これでぴったりっていう感じです。まあ、なのでですね、ベースなんかはまあもちろんいけますし、まあ普通のねエレキギターなんかも余裕でカバーしてます。はい、アコギもね、まあドレッドが入れば、まあこれ以上大きいもんはそうそうないよなと。同じようなですね、こう持ち運びできるタイプのスタンド持ってるやつですね、まあよく見かけるタイプだと思います。はい、これ比べるとですね、まあ折りたたんだ時は、結構ねこっちの方がコンパクトではあるんですけども、楽器を立てた時の安心感っていうのがですね、 X5 さんの方が圧倒的に高いと思います。アコギのですね、ドレッドノートをね今立てかけてみ、ましたけども、これで結構ですね、きっちりぴったり入るっていう感じです。まあ、なのでエレキベースは、まあ、ほぼほぼ全部余裕、エレキギターもほぼほぼ全部余裕っていう感じです。まあ、よほど幅のね、でかいギターでなければ全然使えると思います。はい、でやっぱりですね、この立てた時の安心感っていうのがですね、すごいいいですね。はい、特にこの後ろについてる足ですよね、この足のおかげでですね、すごい安心感があります。はい、まあ、こういうね持ち運びのスタンドっていうのはライブとか、まあイベントごととかでね、多分使うっていうのを想定してると思うんですけど、そういうところって、まあ、人がねよく通ったりして楽器が倒れたりとかっていう事故があるじゃないですか。はい、でなるべくですね、こう安心感の高いスタンドをですね、やっぱり使った方がいいわけですね。でそういう時にこの後ろにね、こう足がしっかりついているタイプなので、万が一人が多少当たっても多分倒れたりすることは少ないんじゃないかなっていうふうに思います。なのでですね、まあ、もしそんな用途がある方はですね、検討してみてはいかがかなと思います。ギグバッグなんかにも、折りたためばですね、割とすっぽり入るので、まあ、そこまでかさばることはないんじゃないかなっていうふうに思います。まあエフェクターボードとかですね、ギグバッグに入れて持ち運べばいいのかなっていうふうに思います。はい、というわけで本日はですね、 X5 のバタフライギタースタンドの紹介でございました。面白いなと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。バイバイ。